それでは2024年6月23日の礼拝を始めさせていただきますはじめに総額のうちに心を静めて神様に思いを向けましょう 詩幣133ペ1節から3節見みよ兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せなんという楽しさであろう」「それは頭の上に注がれた尊い油のようだ」「それはヒゲにアロンのヒゲに流れてその衣の襟にまで流れしたたる」「それはまたシオンの山々に降りる」 ヘルモンの露にも似ている。主がそこに、おしえの命の祝福を命じられたからである。賛美をいたしましょう。聖歌の150番、わが目を開きて。聖歌の150番のわが目を開き手が目を開き手を賛美いたしましょう。<music> ししましょう主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン使徒信条を告白いたしましょう。徒信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女・マリアより生まれ、本ンをピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、 生ける者と死ねる者と裁き賜わん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の赦し、体のよみがえり、こしえの命を信じ。アーメン。それでは礼拝のためにお祈りをいたします。天の地となる神様、皆をあがめて賛美いたします。 今日こうして愛する皆様と共に教会に集い神様に礼拝を捧げられます恵みをありがとうございますどうぞ神様がこの中心にいてくださり始めから終わりまでご臨在のうちに導いてください同学してくださいます兄弟のうちに神様の豊かな守りがありますように 私もべを助けてくださり、御言葉が分かりやすいように精霊様の豊かな導きがありますことをお願いします。一人一人、神様がどうぞ健康を守ってお導きください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン聖書,の聖書を朗読いたします。フィリピ人への手紙の一章の一節から、フィリピ人への手紙の 1> 1章の節節からままでお読みいたします「フィリピ人への手紙一章一節」「キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たちまた監督と執事たちへどうか私たちの父なる神と 主イエス・スキリストから、恵みと平安がああなた方の上にに。りますように私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝しあなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈りあなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝していますあなた方のうちに良い働きを始められた方は キリスストイエスの日が来るるまでに、それをを、完成ささせてくださること私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人々であり私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。 私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、 イエス・キリストによって与えられる義の目に満たされているものとなり、神の見栄えと誉れが表されますように。さて兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員と、その他の全ての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより、 主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には、妬みや争いをもってキリストを述べ伝える者もいますが、善意をもってする者もいます。一方の人たちは、愛をもってキリストを伝え、私が福音を弁償するために建てられていることを認めていますが、他の人たちは、純真な動機からではなく、党派心を持って、 キリストををべてておりり獄さされているる私をさらに苦しめるつもりなのですするとどういうことになりますかつまり見せかけであろうとも真実であろうともあらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであってこのことを私は喜んでいますそうです今からも喜ぶことでしょうというわけはあなた方の祈りと イエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは、私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように、今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です。 今日の説教の、えー、題は「生きることはキリスト」と題してメッセージをさせていただきます、えー、先月は首都の,の働きの,あの16章であのパウロがピリピであでルデヤア紫の,の商人のルデヤアや 彼女の家族や、また、占いの霊に疲れた女の人、また、看守やその家族が救われたという歌詞を見ました。シューイエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。という見言葉で導かれました。そして、このピリピにヨーロッパで最初の教会ができました。それから約10年後、パウロは、獄中でこのピリピへの手紙を えー、期限61年頃にですね、あの書きましたで。獄中にあったパウロのために、このフィリピの教会では献金を集めて、それをエパフロデトという人に託して、パウロのもとに届けました。エパフロデトはローマに到着して、重い病気にかかってしまったんですけれども、パウロは彼が回復すると、フィリピの教会からの贈り物に対しての感謝の手紙を書いて、それを エパフロデトにに託ししてフィリピの教会に送りました今日はこのピリピ人への手紙の一章の最初の部分を通して導かれたいと思います。一節では、キリストイエスの下辺であるパウルと手も手から、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と知たちへ、というふうに差し出し人等宛先を最初に書いています。 あの古代の手紙の書き方で、こういうふうにパピルスとかでも、この当時の,あのこういう形式に従って書いているようです。パウロとテモテから書いているのは、パウロが最初にフィリピンの地で伝道した時に一緒にいたということと、その後もフィリピンの教会の面倒を見て、真実にフィリピンの教会のことを心配しているものであって、 そして、テモテは、獄中のパウロを助けるために、ローマに滞在して、世話をしていたので、連名にしているようです。そして、キリストのしもべである、パウロというふうに書いてるんですけれども、あの、奴隷、しもべというのは、主人のものであって、もう完全に主人の言うことに従う。また、奴隷というのは、誰かがその身の代金を払って、所有権を放棄するまでは自由になれなかったんですけれども、パウロも、 かつてはイエス様を信じる者を迫害して罪の奴隷だったんですけれどもイエス様の十字架のあがないの代価によって罪から解放されて今度はキリストのしもべとしてキリストの言うことに全部従うということでキリストのしもべであるパウロというふうに書いています宛先はピリピにいるキリストイエスにある全ての生徒たち生徒っていうのは本当に何にも罪を犯さない聖人君子とか 完全無欠な人ということではなくて、イエス様を信じて罪を清められて、罪がないとみなされて、そしてこの世から取り分けられて、性別されている、そのような人のことを生徒と言います。ピリピの教会ではいろんな問題もあったんですけれども、パウロはそれを知って手紙を書いてますけれども、生徒たちへというふうに書いています。 監督と執事というのは今の教会の役員とか長老とか執事そういう方々にあたるんですけれども最初このルデアとあとその監視の家族で始められた教会がもう10年後にすごくちゃんとこういうあの役員とかがいてあのすごくあのイエス様のために働く教会に成長したんですね。 そして2節では、どうか私たちの父なる神と、主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。というふうに、祝祷のような言葉を持って始めています。この祝祷の言葉は、挨拶以上の意味を持っていて、この恵みというのは、神様からの一方的なあの私たちへの愛、行為の表れであって、そして神様の恵みというのは、 どんな時にも私たちに喜びや楽しみや、また、あの、恵み、あの素晴らしい優しさを与えてくださるものです。平安というのは、ヘブル語ではシャロームといって、神様から来る平和、平安があるようにという意味です。私たちは、あの、もともとアダムとエヴァがあの罪を犯してしまったので、神様との道が閉ざされている状態でした。 そして争いとか憎しみとか不和というのがもともとあるんですけれども、イエス様が私たちの罪のために死んでくださったことによって、それが打ち砕かれて神様との平和が与えられます。神様との平和が回復するときに、人と人との間の壁も打ち破られて平安が与えられるようになります。パウロはそのことをあなた方の上に 恵みと平安がありますように、というふうに挨拶しています。そして3節では、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方全てのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。というふうに書いています。パウロは、このピリピの教会で最初に伝道した後、 兄弟姉妹と親密な交わりを持ってきました。そして、このピリピの教会の方々は、福音を広めることに預かってきた。福音選挙にサインをしてきました。この最初の日っていうのは、パウロがピリピの町で、最初に伝道した日のことですね。ルディアとその家族が救いに導かれました。その後、占いの霊に好かれた女が救われて、看守とその家族が救われました。 その後、彼らを導いたパウロやシラスとかテモテルカたちは、使われ救われてからもう数日間でフィリピを離れて行ってしまったんですね。なので、今で言えば、無牧の状態というかあの、指導者がいない中で、このフィリピの教会は、パウロの福音宣教のために祈り、そして捧げで関与してきたんですね。それは、ご精霊が与えられて、 そして一人一人が神様との関係をしっかり保ってそして愛を持ってパウロを支えていったからこのように成長ができたんだと思いますそしてパウロもそのフィリピンの教会のために喜びを持って祈ってそしてあのいつもこう祈っていたんだと思います今日までというのはフィリピンの教会がエパフロデトに 支援のお金を持たたせて派遣した時ですねそしてこの6節のところではあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです良い働きイエス様を信じてそして皆が自分の人生をイエス様のことを伝えるということにすごく捧げるようになって そのような宣教につながる働きを始められた方はこの働きをキリストイエスの日が来るまでつまりイエス様がもう一度来られる再臨の日までに日に完成してくださるということそれをパウロは信じていますと書いています7説で私があなた方全てについてこのように考えるのは正しいのですあなた方は皆私が投獄されている時も 福音を弁明し立証しているときも、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。共に恵みに預かったというのは、パウロが投獄されているときにも、パウロが投獄されて、本当に真夜中にパウロが、お知らせが賛美をしていたら、大地震が起こって、そして鎖が全部ほどけて、 投獄されていた人たちが、こう、逃げるかと思ったら、みんな逃げずにいて、そしてこの看守がそれを見て、本当に驚いて、救われるためにどうしたらいいですかシュイエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。と言って、この看守が救われた、そのような神様の素晴らしい見業を、みんなは、それを見聞きするときに、本当に恵みに預かることができたと思います。 そしてパウロが福音を弁明し立証しているとき、生霊に満たされて立証していく。そしていろんな方が救われていく。それを背後で祈り、また献金で伝えていくときに、神様のご愛に触れ、恵みに預かることができます。仮説で、私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方全てを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。 というふうに書いています。旧説では、私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。えー、パウロは、ビュエリピの教会の兄弟姉妹の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになるように、というふうに祈っています。 この愛が真の知識によらずに燃え上がるってしまうときには、盲目的になってしまって、の熱心さが自分の正しさを主張して、かえって人を傷つけてしまうということもあると思いますけれども、真の知識というのは、例えば真言の一章を直せずには、死を恐れることは知識の始めである。死を恐れること、死を知ることが真の知識であり、 また、殺さえみたいな手紙の一章九節のところには、どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。というふうに書いてますけれども、この世のいろいろな知識ということではなくて、霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされるように。神様の御心。 というのは人間の思いではなかなか計り知れないんですけれども、霊的な目で見るときに真の知識を知ることができます。コロサイ人の手紙の続きで、また書にかなった意味をして、あらゆる点で書に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識をもしくえられますように、というふうに書かれています。 本当に人の人が愛を豊かにするためには、神様を知り、神様の一人ごイエス様を知ることが必要です。そして、あらゆる識別力というふうに書いてるんですけれども、本物か偽物かを吟味して見分ける力なんですけれども、本質的なもの、本物を正しく識別することです。あなた方が真に優れたものを見分けることが できるようになりますように。真に優れたものを見分けるというのは価値があって重要なもの、卓越したものを見分けるというのは試された結果受け入れられるという意味なんですけれどもそして正しい価値観を持つことができるようになるということです。真の知識と識別力によって与えられている愛を豊かにしてそれによって何が正しくて何が本物なのか どのように神を愛し、人を愛するかということを見抜かなければいけません。神様の御心を求めて、それを世のものから見分けていくものになるということをパウラは願っています。また、あなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられた、与えられる 義の実に満たされているものとなり、神の御境と誉れが表されますように。イエス様がもう一度来られる日に備えて生きて、純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の栄光を表すことができるように。ということをパウロは祈っています。十二節から、パウロが書いているのは、 ささて、てて兄弟たたたたち、私のの身にに起こったここっっっっとととが、かえって福音をを前進させることになったのを知ってもらいたいと思い思ます。パウロが捕らえられてそして裁判を待つそのようなニュースが多くの教会のクリスチャンたちに伝えられてそしてそのことはパウロ先生が言ってしまうんだろうか死刑になってしまうんだろうかということで悲しませたことになったと思います。 このまま福井の宣教がもう終わってしまうんだろうかという絶望的なクリスチャンにもいたかもしれません。このパウロがこの帰って福井を前進させることになったという前進という言葉は軍隊とか探検隊が進軍するのに用いられる言葉で前もって切り倒すことつまり前進の妨げとなる邪魔者をきれいに取り払うことという意味になります。パウロは このパレスチナで正当な裁判を受けられないことを知って、ローマの市民権を持っていたので、皇帝に上訴しました。やがて軍隊の護衛の下でローマに送られることになり、ローマに着くまではこの衛隊の百卒長に託されて、ローマに着いてからは一人の万兵をつけられ、一人で住むことを許されて、ついには自分で家を借りて、いろんな方々と会うことができたんですね。 13節では、私が、キリストの家に投獄されているということは、親衛隊の全員と、その他の全ての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。と書いてあります。 軟禁されている場所がローマ皇帝の親衛隊の兵衛の尺であったので、パウロは毎日交代する万兵たちに福音を語り伝えることができました。その結果、パウロがもしそこにいなかったら福音に触れることができなかった親衛隊の隊員に福音が伝えられ、その中からキリストを信じる者が起こされました。このピリピンの手紙の4章22節のところでは、 カイザルの家に属する人々。カイザルの生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。というふうに書いてるんですけれども、そのような人々にまで福音が述べ伝えられていったということなんですね。そしてパウロは困難の中で自分の歩みは 神摂の,の中にあるということを悟って神様の御心を祈り求めましたそしてまたパウロの入国を知って安否を聞いた人々が彼の証を聞いて励まされて信仰を燃やされてさらに信仰の確信に至るということも起こりましたですので見た目には良くないことのように思われたことがかえって福音を前進させることになった ということがありました。でも、15節のところでは、人々の中には、妬みや争いをもってキリストを述べ伝える者も,もいますが、善意をもってする者も,もいます。というふうに書いてあるように、教会内部にあの問題が起こり始めました。パウルを取り巻くキリスト者の中に2つの流れがあって、一方は善意をもって、愛をもってキリストを 伝え、入国中のパウロをもって、パウロに代わって、伝道しようと励んでいましたけれども、他の人たちは、党派心、純粋な動機からではなく、党派心をもってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。というふうにあるように、妬みを抱いて、パウロに対して日頃妬みを持つ人たちが、パウロの入国の機会に、自分たちの勢力の拡大を図ろうとして、 党派心によって伝道していたということがありました。妬みというのは人間の罪の性質で、人間は人の悲しみには同情して涙を流せても、他人の成功とか祝福については心から喜ぶことができにくいということがあると思います。それで、善意を持って愛を持ってキリストを伝える人は、私が福音を弁償するために立てられていることを認めていますが、 ということで、パウロが福音を伝えるために神様にあって選ばれて建てられた器であるということを認めて、パウロを尊敬し、そして祈り支えました。でも、他の人たちは、そうではなくって、パウロは過去にクリスチャンを迫害して牢屋に送り込んだ、そのような過去があるので、 過去に囚われて、パウロが神様に用いられているってことを妬んでいました。それで純粋な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えていた。党派心というのは、あの、意見の相違から発する異なった考えってことではなくって、真理に従おうとするよりも、自分の勢力を拡大しようというような分派、自己的な野望のことですね。 そして、陰険な方法でパウルの伝道を妨害しました。こういう人たちは、未成熟、霊的に未成熟で、福音宣教をするときに神様の栄光を表すことをしないで人を傷つけてしまう。土獄されていたパウロをさらに苦しめてしまう。ということがありました。18節でするとどういうことになりますかつまり見せかけであろうとも、真実であろうとも、 あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りと、イエスキリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。こういう宣教の態度、その神様に栄光を着さないというのには問題があったんですけれども、でもパウロは、 自分が傷つけられても、非難されても、無視されても、キリストが述べ伝えられているということを喜んでいます。今からも喜ぶことでしょう。というふうに言っています。あなた方の祈りとイエスキリストの認めの助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。神様を大事とするときに、すべてのことは神様が解決してくださり、 神がすべてのことを働かして生きとしてくださるということをパウロは確信していました。ですので、いろいろなことがあっても、キリストが正しく述べ伝えられていることが私の救いとなるというふうに言っています。二十節では、それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、 生きるにも死ぬにも私の身によってキリストがあがめられることです。パウロは裁判を待って入国していたんですけれども、ですので死刑になってもおかしくないという状況で。だけれども、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストがあがめられることです。どちらにしても自分に対する神様の計画がなるように、神様の御心がなるように、 というふうに、パウロは自分の身を下げていました。21節で、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも駅です。パウロはダマスコの途上でイエス様に出会って、それまでイエス様を迫害していたところから人生が180度転換しました。ガラテヤ人への手紙の2章20節っていうところがあるんですけれども、ガラテヤ人への手紙の2章の20節。 というところに、このように書いてあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 というふうにガルティアビトへの手紙に書いてるんですけれども、えー、イエス様を知る前、人は罪があります。的外れな生き方です。神様を知らずに、神様なんていないというふうに思って、そして自分が思う道に従って歩みます。このような中で、えー、人は傷つけたり、えー、わがまま言ってしまったり、自己周知になってしまったり、 しますそのような罪があるのでこの世ではいろいろ喧嘩があったり戦争があったりするんですけれどもその罪をイエス様が私たちの代わりに背負って十字架で死んでくださいましたそしてその洗礼あのイエス様を信じると洗礼を受けるんですけれども洗礼を受ける時にあの水をかけたりとか、まあ、水の中にこう沈める場合もあるんですけれどもそれは私たちの罪が イエス様と共に罪に死ぬということを意味しています。キリストと共に十字架につけられる。私たちの肉的な部分、罪は十字架につけられて死にます。その後、イエス様が私たちのうちに住んでくださいます。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。 私たちの心の王座を明け渡して、イエス様に主人になっていただく。その時に、私たちは自分たちの欲望とか、いろいろな罪に支配されることなく、神様の御心に歩むことができるようになります。神様の愛をいただいて、隣人を愛したり、また自分の中にあるいろいろな、あの、汚い部分、それもイエス様にあって、 許されて、清められることができます。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のために、ご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。そして、その後は、イエス様を信じる信仰によってこう、イエス様を見て歩むことができます。そうすると、それまで、的外れで、どのように生きたらいいのか、どのようにこうあの語ったらいいのか、わからなかったときに、 イエス様様をを見て歩歩むにに神様の御心にかなう歩みをすることができますこの間あの私にとっては生きることはキリスト死ぬことも益ですという御言葉で思い出すんですけれどもこの間私にあのイエス様を伝えてくださった方がですね30年ぶりにちょっとお会いすることができていろいろお話ししているときにその中の一人が私にとっては生きることはキリスト死ぬことも益です というですねこの見言葉をあの言ってらっしゃったんですね。あのその方はあの日本にあの留学してこられてそしてあの大学の先生になりたいという気持ちですごく勉強していらっしゃったんですね。そしてあの修士課程博士課程と言ってそして博士課程をあの終わってその論文を提出して,して先生もそれでじゃあ OK ですって言ったところで病気になられたということなんですね。 自分の気持ちとしては勉強して、そして大学の先生になろう。という気持ちを持って勉強していた。まあ、イエス様を信じて、そしてあの、私にも伝道してくれたりとかね、そういう宣教の働きもしていたけれども、自分の思いは、あの、大学の先生になりたい。ということだったんですけれども、そこで神様が不思議と道を閉ざされた。そうなんですね。そして病気になって、そしてそこから、あの、もう、 博士課程の論文ををを提出するるここととめざるを得ないことにないにったでもその時に神様が不思議と道を開いてくださって神様のために働くように御言葉を伝えるようにというふうに道が開かれてそしてあのその方は本当にあのそれまでそんなにこうすごい苦労したわけではないまああの割とあの兄弟の中でも まあ自分が上だから、あの、ここ指示を出してみたいな、そういう感じで、そんなにこう人に仕えることをしなかったんだけれども、それからは、あの、人に仕える働きをするようになり、そして、今の生活は、本当に生きることは、キリスト氏のことも益ですという、本当に生きている間、イエス様のために働くということを導かれているという証をしてくださって、すごくそれがあの、あの、心に残ったんですけれども、そんな風にですね、 宣教に導かれて、そのこの4月にそれで安令を受けて牧師になられたんですね、私よりも年は上なんですけれども、そんな風に、神様がこう導いてあのくださったということをあの明かししてくださいました。でも、すごくその、なんかあの、毎日の生活の中で、やっぱりこうイエス様に従うことが本当に大事でっていう話をされていて。 あの自分ではできない時間がないしできないと思っているような働きを神様が不思議にこう開いてくださってそれに従ったらこう救われる方が起こされたというような証しもしてくださって本当にあのすごくあの話をしていてとても私もあの恵まれて帰ってきたんですけれども今日はですね21節っていうんですけどもうちょっとその先もちょっと読ませていただきますけれどもピリピの手紙の21節のその後ですね22節では「しかし もし、この肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去って、キリストと共にいることです。実は、その方が遥かにまさっています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、 あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえて、あなた方全てと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば、私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって増し加わるでしょう。というふうに書いてるんですけれども、この、肉体の命が続くとしたら、私の働き豊かな身を結ぶことになるので、 ということで、この地上にいれば、パウロはさらにいろんな人に伝道することができるんですけれども、でも、私の願いは世を去って、キリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。というように、本当に天国では、悲しみもなく、死もなく、そして涙も拭い取っていただける、光に満ちた世界なんですね。愛に満ちた世界。そこにいる方が、 悪魔の支配するこの世で苦しみと悲しみと悪魔の妨害がある。それよりもはるかに勝っている。ということをパウロは言っています。この二つのものの間に板挟みとなっているというのは別の訳では二つのものの間で困惑しているというふうにも訳してあります。この言葉は両岸に岩の岩壁がそびえ立って向きを変えることもできず、 ただ進め続けるだけの狭い岩壁に囲まれた旅行者に使われるってことなんですね。板挟み。どうすることもできないという。それで、パウロはそのように世を去って、キリストと共にいることがはるかに勝っているんだけれども、この肉体に留まることがあなた方のためにはもっと必要です。留まるというのは留まり続けるということなんですけれども、 この言葉の意味はいつでも手助けできる準備をして誰かのそばに待機しているという意味なんですね。パウロはこの地上でイエス様を知らずに苦しんでいる人々にいつでも手助けできるようにいつでも神様の言葉を語れるように待機してそしてこの肉体に留まることが必要なんだということを思っていました。なのでパウロは自分自身が天国に行ってもう 安らぐということよりも、今、この地上にいる苦しんでいる人のために、何ができるのか、ということを考えていました。25節では、私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば、私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りは、 キリストイエスにあって増、ま、し加わるでしょう。というように、パウロが励ましたり、手紙を書いたりすることで、の手紙を読む人は、本当に信仰によって、進歩することができる。喜ぶことができる。それなので、生きながらえて、もうちょっと生きて、そして、パウロは働きを続けることになるんだろうということを確信していました。そうしたら、もう一度、フィリピンに行って、そして、 そしたら、テレビの人たちは、パウロが悪魔の妨害にもかかわらず、力強く、イエス様のことを宣教して、そして多くの人が救われた、ということを誇りを持っていくことができる、ということを言っています。えー、今日は、テリピ人への手紙を通して、パウロの生きることはキリスト、という生き方から教えられました。 この世の中には多くのイエス様を知らない方々がいるんですけれどもイエス様はそのイエス様のことを知らない人のため私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいましたイエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださり三日目によみがえって天に登られたそのことを信じるときにイエス様は そしてイエス様は私たちの中に生きてくださいます今キリストが私たちのうちに生きているなら残りの生涯を生きることはキリストイエス様の御心を行うことができるようにイエス様の御心は私たちが神様を愛しまた隣人を愛しまたイエス様のことを多くの人に伝えていく そのために使わされている場所で一人一人が祈って歩んでいけたらいいと思います。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。パウロが地上にいる間、生きることはキリストというふうに全てを イエス様に捧げてイエス様の御心を行って多くの人にイエス様のことを明かししまた手紙を通して私たちに神様のことを伝えてくれました一人一人神様あなたが導いてくださってこの教会に集っていますどうか神様がこのところにいてくださり神様の豊かなご愛でお一人お一人の歩みをお導きくださいますように まだイエス様を信じていない方のうちには神様が働いてくださりイエス様を信じて洗礼を受けることができますように神様が導いてくださることをお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメンご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。 メリカの669番の「いつかは白根どを賛美いたしましょう。 献金をお捧げいたしましょう賛美歌の547番今すたぐるを献金しながらお捧げいたしましょう 主主イエススキリストのの父なる神様主の皆を賛美いたします今日もこうして愛する兄弟姉妹とともにこの御堂に集いあなたの御言葉を聞くことができましてありがとうございます。本日は木下紀子牧師を通しまして「生きることはキリスト」と題して尊い御言葉を頂戴することができましたことを心に感謝申し上げます。 日々の生活の中で自分の力に頼ることが多いものでありますけれどもあなたを見上げつつあなたの最愛の御子を私たちに与えてくださったこの大いなる愛によって生かされ日々の生活の中で主イエス・キリストを主人として迎え入れてあなたと共に歩んでいくことができるように守り導いてください。 あななたのことを知らない多くの方々が大勢いらっしゃいますけれども、どうぞさまざまな機会にありまして、キリストを述べ伝えていくことができるように、私たち一人一人を整えてください。病んでおられる方は、ご高齢の方々の上に、神様の恵みと癒しの御手がありますようにお願いします。まあ、ここに捧げまましたもももののはわずかなものでありますけれどもどうぞ 教会の御用のためにお持ちください精霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子私たちの主イエスキリストによってお祈りいたしますアメン章栄賛美歌541番の父御たものを賛美して祝祷いたしますお立ちになれる方はお立ちください キリストの恵み、神のご自愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方すべてとともにありますように。アメン 皆様のお祈りとご奉仕を心から感謝いたしますありがとうございました